ショート管理から手動に正解の中島です。今回は東海で行っている感染症対策について話したいと思います。緊急事態宣言が再び発令されてしまいました。施設によっては練習ができないところもあると思います。幸い自分のところは全部ではないですが、できる環境となっております。そこで今一度感染症対策を考えてみたいと思います。まず道着です。道着を着ているクラスと着ていないクラスがあります。道着を着ているクラスは必ず施設で道着を着替えるようにしております。着ていない生徒はなるべく着替えるようにと促しております。これはガイドラインに沿っておりません。ガイドラインは更衣室が密になるというので、道着で着て道着で帰りましょうというような内容で書いてあります。自分はそうではなく、わざと着替えるようにしております。これは食べ物の方なんですが、食品衛生法というのがあります。そこで食べ物の業界で働く人たちは、働くユニフォームでは通勤してはいけないという決まりになっております。菌を持ち込まない、また菌を持ち出さないということが考えられています。うちの会もそれと同様、道着で来て道着にウイルス菌が付着していることが考えられますので、必ず着替えてもらって練習をするようにしております。次に手の消毒です。偶然に自分が練習を行っている施設は備え付けで消毒液などが置いてくれております。練習前に必ずその消毒液で手を消毒して練習を始めます。検温なのですが、受付で検温を行ってくれる施設もあります。行わない施設は自分で検温を行っております。東海の場合、37度以下の生徒のみ練習を行うようにしています。37度以上ある場合は帰らせたり休ませたりしております。練習の時は必ずマスクを着用するようにしております。自分は月に1、2度病院の方に行っております。そこの先生と話をして、練習の時は必ずマスクをつけるようにと指導を受けております。施設の方から接触するような練習は禁止というようなことを言われております。なので組手などぶつかるような練習は行っておりません。あと基本や型を行う場合、少し距離を取って行うようにしております。換気の方なのですが、練習中や練習の合間などで窓を開けて換気を行っております。以上が東海で行っている感染予防対策です。道着、マスク、消毒、距離、当たり前のことをやっているつもりです。皆さんのところはいかがでしょうか。感染者を出してしまうと、そこの施設をはじめ教室すべてが止まってしまいます。練習できなくなってしまいます。感染しないことが第一です。感染対策をしていてもかかる場合もあります。少しでも減らすように皆さん頑張りましょう。